まずは折り紙を四角に半分に折ります。これを縦にしてさらに半分に折ります。開いて、この部分も開いて、左上の角を中心に向けて折ります。折ったらもう一度半分に閉じます。そして左下の角をこの部分に合わせて、このように折ります。これを裏返して、こちら側の左下も同じように折ります。これをこの部分から開いて、このように正方形に折り替えます。次にこの部分を縦の筋に合わせて紙2枚ごと折り目をつけます。これを開いて、今度はこの先っぽの部分を内側からこのように外側に閉じます。反対側もこの部分を縦の筋に合わせて折り目をつけて、開いて中の角をこのように外に開きます。これを裏返して、今度はこの部分の1枚を縦の筋に合わせてこのように閉じます。反対側も同じように折ります。これを横にして、この部分の先っぽをこの下の紙が少し見える位置まで上に折ります。これを折り返すんですが、一度表にして少し斜めにはみ出るような位置でこのように折ります。反対側も先っぽの紙をまず少しはみ出る位置で上に折って、それを右側と合わせるようにしてバランスを見て折り返します。次にこの角の部分から角の部分まで上に折り返して折り目をつけます。そしてこの部分を今ついた折り筋に合わせて折ります。紙がちょっと硬いのが注意です。反対側も横の筋に合わせて折ります。表にして、これで折り紙の部分は完成です。これに顔を描いていきます。両側の髪の切れ目から仮面のような模様を描いていきます。もう少し下だったかな。そこからやや鋭い大きめの目を描いていきます。
左右のバランスに注意して形を整えます。目と目の間にまぶたの線を引きます。黒目は縦長です。瞳と光を描いて口も描きます。これに色を塗っていきます。白いマーカーで目の中を塗りつぶします。何度か色を重ねてしっかりと塗ります。緑のマーカーで仮面の部分を塗ります。細かい部分を縁取りして、残りを塗りつぶしていきます。黄色いマーカーでまぶたを塗ります。赤いマーカーで黒目を塗ります。黒いペンで目の中をなぞります。瞳も描き込んで口の線もなぞります。これでロズレイドの完成です。